日本に古くから伝わる和の精神。一つの目的に向かって協力し合い、個々の力以上により大きな結果を得る力。そして平和へと向かう力。古くは戦国時代、明治維新といった人的な動乱、そして昨年の多くの犠牲者を出した東日本大震災のような自然による災害、そのような幾多の困難にも手を取り合い、日本人の持つ強い心、和の精神で立ち向かってまいりました。乱れようとも結び合い、新しい時代を切り開く極地の力、自衛隊この登場です。
と指導は北海自衛隊と山城光希準備組でした。